マジこえこいつ。サンサンさん、サンサンさん、どうもー。さあさあ、来ました。第54回ですか。サンシャインのサンサンさん始まりました。今日はですね、いつもあのね、あの坂田くんの家でやってまして、やってます。今日56回ですね。56回、はい、56回か。なるほど、うん、56回目。いつもね、本社がね、はい、そうです、四ツ谷の我が家でやってましたけどね、はい、なんとこの度、私、サンシャイン信樹を、沼袋に引っ越してまいりました。ということで、はい、引っ越し祝い信樹家をぶっ壊そうスペシャルでーす。さあ、まあまあまあ、でもまあ祝いに来てくれるっていう、今回ね、一応あのもう先に全部言っときますか、ざっくり。今回やることがですね、まずは部屋紹介。あ、もうそんなざっくり。かくれんぼ、モノボケ、これは燃やせるでしょうか。いや、もうタイトル怖いよ。バビロンのネタを全力でやってみようの5本です。さあ、それでは愉快な同居人たちをお呼びしましょう。どうぞー。さあ、どうぞ、やってきてください。さあ、まず一緒の同居人のめぐみです、はい、一緒に住んでます、バビロンの千葉です。さてよ、これとね、あのダイナゴン溝口が3人で住む部屋ですからね、はい、そうです。さあさあ、じゃあ続いて、じゃあ何やってんだよ、タイちゃん。はい、どうもー。あー、どうもー、タイちゃん。これどこどこ、あれこれですね、今日は。皆さん、お風邪ひいてませんか。はい、優しいということでね。はい、来ました。うわー、来たー。沼袋でも優しいよ、タイちゃんは。やっぱりメグの部屋にさこういうのあった。いいじゃん、紅茶王子。読んでんの。読んでるよ。初めて聞いたわ、どんな話だ。紅茶王子、あらすじ教えて。あらすじ教えて。ざっくり、ざっくり、ざっくり。紅茶王子、あらすじ。紅茶王子、あらすじ、うん、なんか一文で、一文で。そう、あの紅茶になっちゃうんだよね。山田南平先生。なんだこれ。山田南平先生の他のコミックには130センチのダンディーって呼ばれてる。病気でしょ。病気のおじさんでしょ、ただ。そう。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。イェイ、バビロン、ノリです。やったぜー、来たぜー。沼袋は初めてだから。静かに、ちょっと。ダメだよ。声量が人と違うけど。いや、いいね。でもここ本当にいいところだよね。いや、いいところ。綺麗なところだよ。いや、いいですよ、本当に。結構、あとでお部屋も紹介するんで。あのね、放送しやすい作りやね。そうだね。なんでみんな絶対映るし。縦長の台なんかいいね。別にそういうところ。テンション上がるわ。さあ、もう一人。もう一人。いきますね。じゃあ、最後のゲスト登場してもらいましょう。この方です、どうぞ。何やってんだよ。うわ、でこよ。え、何それ、何やってんだよ、マジで。あの、ボイスパーカッションで今、再生率ナンバーワンの。白いやつでーす。それ何？何？何それ？何を塗ってる？あのシェービンググリームを。最悪も俺のやつやん。頭ちょっとボディソープつけてんだけど。ちょっと、あ、おーちゃんこれどっか拭かないと手汚いよ。タオルあるけん。タオル、タオル。まあオープニングはこんな感じで。タオルで。紅茶王子。紅茶王子で。バカじゃないよ、お前。ふざけんなや。持ってない、ふざけんなよ、酔ってるよ。さすが酔ってる、ね、しかも借り物なんだからやめろや。何やってんだよ。あ、なんだべ、借り物男子。さあ、何人見てくれてますでしょうか、ね、はい、何人見てんの。何人見てます。10人ぐらい。おー、すごい。やっぱり、最先いいんだよ。どうせ増えますからね。これいっぱい見てくれるとマジ本当、いやいや、本当に。じゃあまあざっくりみんな集まったところで、はい、うん、ではね、部屋紹介の方、はい、じゃあ見よう見よう、お願いしますよ。じゃあこっちのツイキャスの方で見ますか。だいたい見てるの女の子なんでしょ。女の子にはね、男の部屋っていうのはどういうもんかをさ、ね、まあまずじゃあここダイニングですね。こんな感じですよ、ね、こんな感じですね。キッチンもあります。はい、こんな感じで。じゃあちょっとめぐみさん、はい、あの紹介してください。僕は知らないんで。はい、じゃあそしてこちらが、はい、こちらがあの、トルト、バビロン千葉のお部屋でーす。どうでしょうね、小綺麗に赤いソファーなんかね、アクセント僕が持ちましょう、はい、紹介してください。紹介して。いや、こっちの部屋でーす。どうですか、あっちついたそう。
こっちはまた違うこっちユーストリーム。私の言の育ついのが狂気ですよ。どうでしょう。さあ、ぐらいで、はい。そして、もうすぐ横の部屋、隣の部屋ですね、はい。こちらが僕の部屋となってます。さあ、4畳半で、まあ一番狭いんですけど。うどぶきょうの部屋ですね、はい。僕も一応押し入れ、広い押し入れが。押し入れがあるんですよ。そうですね。まあ、今のところ面白ポイントはゼロですね。はい。あ、繋がってるんだね。おい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 。すごい点が一個あるじゃん。さあ、キッチンの黄色が可愛いとね。なるほど。可愛いですね。さあ、そして、そしてね、こう三人でやっぱり住んでますから。で、ここがお風呂、ね。お風呂。なるほど。汚いですね。ちょっとつばいていきましょう。やめろお前。やめてくださいよ。はい。お部屋紹介ね。はい、こちらです。続いて、ここ何？ここは大納言溝口のお部屋です。溝口は今あの大阪にね、左遷されてますね。続きは後ろ後ろ。マヨネーズあるわ。あ、じゃあちょっと貸してください。じゃあちょっと俺ちょっとちょっともうちょっとでいいけん、俺ちょっとだけやろうと思ったのに。三畳の三です、ね。マイルド。さあ、これ帰ってくるまで置いといてください。うーわー。グッチ荷物多いな。いやでも一番だって全然空いてないもんね。まだ。いや全然空いてない。まあこれはまた後であれしましょう。ちょっとこれちょっと開ける？ちょっと一個だけ開ける。一個だけ開ける。一個だけ。ちゃんと開ける。あ、はい。一個だけ開けよう。これ。一度開きました。もっと綺麗に開けるじゃないでしょう。いや、あ、いいのあります。じゃあ、ちょっと開けててください。いい。いいの。いや、ベタベタするから。ベタベタする。いいですね。じゃあ、行きましょう。ちょっと、マジかわいそう、溝口。オープニングはね、オープニングは。さあ、いい感じですけど。かわいそう、あいつ。さあ、それでは。今日、お客さん引いたら終わりだよ。じゃあ、じゃあ皆さん座ってください。はい。1日しか住んでねえのに。いや、ほんとほやほややけん。ほやほやや。今日引っ越したばっかりですからね。今日ほんとよ。ほんと今日の今日。では、次の企画いきましょう。はい、新居でかくれんぼー。イエーイ。イエーイじゃない。イエーイ。さあ、ではね、皆さんね、今から2分ぐらいにします。2分3分数えますんで、おのおの隠れてください。はーい。こんなもんで、一番最初に見つかった人は罰ゲームにします。え、うまくぞ。ね、じゃあのぶきおくんが見つけてください。僕鬼やります。鬼ね。ちょっと、ま、ちゃんと普通に隠れてよ、はい、マジで。はい、分かった。じゃあ防衛会社行ってよ。その間じゃあ繋いでください。お風呂場、あ、そうお風呂場というか、じゃあこっちで外か。外で繋いでください。外ちょっと寒いよ。じゃあ、かくれんぼスタート。よっしゃい。じゃあマジどこだ、どこに隠れる、どうしようかな。どこに隠れるの。リーダー、あそこに突っ張れないの。どこ。あの、この間、この間に突っ張って行けなかった。いや、俺もさっきそう考えたけどさ、結構辛いよ。布団の生地の中に入ろう。キックして、で、袋もしない。ええ。で、下がり。え、もう来る？まだまだ。まだ待って。ちょ、待って、早い。まだ。待って。まだ、つなげてください。早いよ。バレる？はい、ちょっと。上かけるか、これ俺も、やばい。
下靴をこの廊下に置くと、これ膝になってますからね。これ多分こんなのに一人いますね。これは本当ただのいたずら。靴三足。あ、トイレとか。あ、トイレいない。え？え？どこ？ちょっともう、これもう注意せないかんわ。ちょっとちょっと。はい、ミッケ、ミッケ、ちょっと。ちょっと。見つけたよ。いやいや。気づかんとかないけん、ちょっと冷蔵庫開けっぱなしやから、ちょっとそこ顔を確認するまで。うわうわうわ、ちょっと顔確認これできないですね、この人。顔確認ちょっと後回し。ちょっとこれ音さっきからするような、ちょっと音がうるさいんで、ちょっとこっちから。あ、なんかいますね。でもバビロン千葉ですね、多分。これは見なくていいですよ。ふざけんなよ。これはふざけんなよ。あ、バビロン千葉、ふざけんなよ。あ、ここにいたんですね、これ。いや、分かってただろ、普通に。うわー。もっとなんかねえのかよ、おい。いや、ちょっと。足見えてたんだよ。坂田さんも、もう冷蔵庫冷えてないですから、ちょっと。あんたの息でもう、結露しとるから、ちょっと。顔を。うわ、揺るぎだ、こいつ。いや、足つらそうやん、ちょっと。ピンなっとる。全然顔確認できん、ちょっと。え？こっち行くか、最初に、じゃあ。うわ、やられた！やられた！シンプルにやられた！うわ、誰こんな手の込んだことして。なんなん？じゃあこっちか、じゃあこっちや。近ここに隠れてるな。誰だ。うわぁ、こっちも。こっちもこっちもやられた。俺結構いたよね。押し入れ、押し入れ行きましょう。あれジャングルの王者ターちゃんじゃないですか、これ。ちょっと顔確認しましょう。誰だ。カネナミー、やめてよ。いやいや、筋トレ中だから。ちょっとこう隠れてますけど。ちょっとやめてやめて。ちょっと無理無理。じゃあね、これ脱いでます、カネナミさん。脱いでるも何も、これ俺のスタンスだから。いやいや、ここ人ん家の押し入れなんで。あ、間違えた場所。あ、間違えました。試着室だと思ってた。あ、違います違います。あ、違うの。押し入れなんで人筋トレしちゃいけないところです。あ、オッケーオッケー。じゃあちょ、出てください、カネナミさん。これで出てください、早急に。ちょっと待って。はい。これ大丈夫？下履いてるよ。これ多分脱いでますね。あれ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 、いない。あれ、ちょっと待って。ちょ、島さん。ちょっと待って。俺普通に出れなくなった。
千葉さん普通に出れなくなったからちょっと名向けよちょっとこれ普通に出れなくなった俺ちょっと名向けよ千葉さんはもうちょっと隠れてもらえないふざけんなよいじれやなんでいじんねんだよいじれや開いてますね開いてますよえここあっ足え、ちょっと待って、ここじゃ、こっちか。え？まだわかんない。え、誰？タイ！おはよう！しまったー！見つけたー！タイ！ちょっと動いたら足出たちょっとお前、よう入ったな、ここ。え、気持ち悪い。出産みたいになっとるやん。しんどくっそー。ちょっと。ちょっとタイ、ごめん、ちょっと。何あ、名言も出てきた。もういじれやちょっと。かなえさん、かなえさん、そこ。あの、筋トレするところじゃないです。俺、こういう芸の雑誌見たことない。いや、ちょっと。何やってんの、マジ。汚ねえから、俺の。バビロン千葉が顔に。俺の天狗だから、何やってんだよ。ちょっと。こういう雑誌見たことある。いやいや、バラ族だよ、バラ族。ちょっと足も汚ねえマジでイライでイライでじゃないよちょっと変えなさい服着てくださいきますおいいねちょっとえちょっとここ冷蔵庫に人いなくなっちゃいましたよあれあと2人いるはずだけどあと2人やろえちょっと待ってあと太田と坂田くん太田くんと坂田くんあここかあ違うえ本当にわからんトイレ行った？へぇあっわかりましたやってんだかマジでかあれちょっと待ってちょっと待ってうわ俺感触でわかるわこれ俺の掛け布団のカバーの中に入っとるわいや汚ねえ最悪ちょっとこれ誰どこでパンツ履いてんだよちょっと最悪もうおい出て来い悪ガキ来いおいキャーちょっともう最悪俺布団とかぐちゃぐちゃにされるの一番嫌いやけどお前分かんないのかお前踏めや布団踏んだらギャーって言って笑いになったろお前あちょっと踏めえや絶対嫌だなんでめくるんじゃ不満かいちょっといいですもうすいませんよくわかったねうわほんと最初気づかったあと誰が持ってるあともううちの相方ですよどこ坂田え限界あるよちょっともう、ね、坂田あ、フッチのやつちょ、俺はあれ、ちょっと待ってちょっと、みんな来てちょっと音がする、この部屋から嘘だろこのさっき探したはずやけど、溝口の部屋から音がするえ、どう帰ってきたのえ、どいるいやいや、1ヶ月大阪行ってるはずだよどういや、いないねえ、おらんいないえちょっとお前それそんなだな外の空気入るやつやめろってよお前ここじゃないちょっとやめろってちょっとわかんいないだろちょっとえいやおらあーえどう見つかった見つかんない見つからんないおい誰あいない全然いないよあれこんな紙袋ありましたあったあ、これありました、うん、あったあったなんか生えてますあと誰坂田あと坂田さんですねえぇ、ー、ちょっとこれちょっと開けてみていい顔確認するまでがかくれんぼやからうん誰だえ死んでるえどうなってるちょっと
いや、ちょっと。え？いや、何を伝えたいや、それで。ちょっと。見つかったか。いや、ちょちょちょ。くそー。ナチュラル撮ったんじゃないけ、お前。自分の意思やろ、全部。肌痛て。うわ、もう溝口、いや、だから最後までね、下がったなんで、今回の一位賞金。やったー。バビロン太郎サイン入りの。完全に溝口さんの仕事ですよ、これ。よっしゃー。え、どうでした？かくれんぼ。かくれんぼどう？ちょっと待って、もう。大学生。もういいけん。もうかくれんでいいけん、ちょっと。大学生のユースト配信とどっち？これ。うん、で大学生のツイキャスぐらいやろ。ちょ、何これ。見える？見えんか。洗濯機の中うち洗濯機ないけど。洗濯機の中怖いな。え、愛してるとかじゃないの、ルージュの。さあ、え、ちょっと待って、うちの相方とか。あと誰見つかってないの？ あとは、タイとノリゴンやろ。なんか欲しがってるデブが。でも僕いないじゃん。メールどこ？ちょっと俺探してみるわ。これ全員揃ってます？あ、分かった。俺ちょっと待って、いるかもしれないから。あれ、どこどこ、ちょっと探して。こっちかな。ああ、ちょっと探してみるわ。ああ、どこかな。ちょっとやってみて。探してみる。やば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 ちなみに太田くん体重80キロあります。痛いから、痛いから、ダメだ、痛いから、何やってんだよ。メイクじゃない、メイクじゃない、まだだよ、まだだよ、やだよ、まだだよ、死ねや、さっきから。なんでさっきから風呂なんでよ、お前。俺の布団で肌ない、痛え、痛え、何やってんだよ。ノリおった、メイクおった、お前誰の顔組んだ。いや、まだいねえ、ちょっと探そう。お前探けんなよ、メグ探そう。いないだろ、いないだろ、ふざけんなよ。うるさい、うるさい、ちょっと。ちょ、もう、めぐみちょ、ちょ待って。もう、まだだよ。めぐさん、絶対出すなよ、お前、絶対出すなよ。なんで脱いでんだよ。出さねえ、てめえ、マジで。俺もう脱いだし。お笑いやめろ。見つけろや。なんでお風呂見つけねえんだよ、バカ。メグどこ、メグ、あ、ちょっと、あ、ノリ、おる、メグおる。おい、食べんなよ。おい、メグ、あ、ドラえもん、ドラえもん、メグがいない、みんな探して、みんな、メグ、あ、大ちゃん、大ちゃん、そこにはおらんって、メグがいない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 、おい、おい、え、おい、バイキンがいっぱいだ。消毒して、消毒。あげえわ、天才が。拭いて。ふざけんなよ。何だよ。おい、ふざけんなよ。え、大丈夫や。メグどう？これもね。やばい、ちょ、掃除してる、掃除してる。ちょ、おた、なんならんよ。いや、今週のジャンプ。毎週ちばめ、ふざけんな、俺買ってね、もう読んでねえんだから、これ分厚い、特殊したそう、これも何やってんの、汚ねえ、背中が汚ねえ。ビリーズブートキャンプ、痛い、ふざけんなよ、いいから、いいよ、ここにいるから。何、メグどこ、どこ、メグどこ、メグどこ、コペン、メグどこ、ふざけんなよ、いない、いない、こっちへ停車させて、こっちへ、なんだよこれ、死人出たわ、死人が、ほこりがすげえ、何だこれ、無事だよ、バカ。さあ、いや、そのアスカキララの DVD をあ、チンしてますね。ふざけんなよ、何やってんだよ、おいるわ、さっきから。終了、死んだよ、全員見つけた、まだだよ。アスカキララってなんだ。アスカキララは知ってるの。ちょ、待って、これ壊すの大変だよ、ちょっと。怖っ、早えから、怖っ、穴開けるとかじゃない。いや、待って、ガラス割らない、ちょっと、もう、だから、掃除しよう、みんなで、バビロンでしょ、
後半のバビロンのネタを全力でやってみよう。どうすんの？もう、怪我しないから。ここ、ここ掃除しよう。さあ、じゃあ、かくれんぼで、一番最初に、見つかったのは誰ですか？え、一応、千葉さんです。俺じゃねえよ！じゃあ、最後、罰ゲームです。はい、最後罰ゲーム。俺じゃねえって最後ね、千葉さんに自分からパッと顔出しましたから。違う、坂田だろ、坂田。いやいや、全然俺結構こう。なんで火で炙るっておかしいな。じゃあ、乳首炙るとかじゃないとダメでしょ。あ、ゆいちゃん、ゆいちゃんから、バビロンって来てますよ、めぐみさん。うわ、バビロンだって、ゆいちゃんから。来ちゃったね、めぐみ。チャンリカから、めぐーどこ？メーター。めぐーどこ？めぐーどこ？めぐーどこってほら。チャンリカから。じゃあ、ね、時間何分ですか、今。今9時半ぐらい。あ、じゃあいい感じ。ちょうどいい。ちょうどいい。じゃあ、続きまして。はい。続きまして、新居のものを使ってモノボケしよう。さあ、これはシンプルに、はい、あれです。お笑いね、これ。はい、モノボケをミックスするんで、モノキョさん、真ん中立って、はい、いなしてください。泥棒入ったでしょ、ここ。OK かどうかの判定、僕は。泥棒入ってないから。あ、ノブキョが判定ね。判定します。ちなみに今、何人見てますかね。今日結構行ったでしょ。今日結構行ってる。800ぐらい行ったんかな。今20人。おー、多いんじゃない？じゃあ、はい。じゃあ、今から40分ぐらいやる？何分？今から何分放送？これはまあ1時間半から。10時半ぐらいまでかな。だから、とりあえず40分、モノボケします。全然いける。じゃあ、本当ね、全然いけるよ。これは、こう燃やせるでしょうかもあるし、いろいろ盛りだくさん。じゃあ、とりあえず、10分間モノボケやりましょう。10分モノボケ、とりあえず、予定では。じゃあ、今から10分間、数出してね、モノボケ。皆さん、ここでやること。はい、じゃあ、モノボケは、じゃあ、あれ歌っちゃいなよ。何？得意な歌歌って、繋いどけよ。ああ、そうね。じゃあ、とりあえず、モノボケスタートのコール言って。うん。引っ越し祝いにモノボケ、お前と過ごしたこの学びや、愛する上で大事なこと、それはひとえに信じること。モノボケスタート。さあ、始まったか。さあ、どんどん来て。どうでもいいけど、さっき俺にダンベル落としたやつ誰だよ、あれ。容易に想像つくよ。何キロのやつ下ろしてんだよ、マジで。ヘルニア持ちですからね、バビロン千葉は。いやいや、ほんとに好奇心旺盛な少年みたいな感じでみんな物探してる。じゃあ、太田君、壁に書くとか、壁に書くのやめてよ、ちょっと。何やってんの？今じゃないよ。何やってんだよ。めっちゃ似とう。めっちゃ早く。ちゃ、モノボケって、いたずらのボケじゃないけどね。ここで、モノ使ってボケるのがモノボケ。モノボって、ボケすんのね。あ、勘違いしちゃった？難しい。引っ越し来る前の家じゃねえか。NC じゃねえんだよ。ごめん。さあ、早く持ってきて。はい、来ました。じゃあ、モノボケしてください。どうぞ。王さん、長嶋さん、掛布さん、俺に力をくれー。ちょっと、おい、ちげえから、モノボケしろっつってんじゃん。何やってんの。おい、これへこんでるよ。オッケー。バカなの、坂田。何勉強してくれてますね、これ。3年目になるんだろう。はい、はい、はい、カメラこっち向けて。カメラこっち向けましょう、じゃあ。届けすぎ。よし、いいよ。はい、行きまーす。ネギ取って。ネギ。これ、ネギ。ちょ、ふざけんなよ、おい。俺のだから。でも夢見て、上海が見たい。ありがとう。うせえよ。おい、やめろ、俺の見かよ。ふざけんなよ。やめろ、人のメガネ。これ、ゆきおさんにも一つ茹でられておかしくされたんだから、もう。これしかない。40分あるよ。さあ、全然時間あるよ。どんどん出していこう、数出そう。はい、乗り来た。
はい。赤星。はい。はい。赤星。赤星じゃねえよ。じゃあこれ俺のやけ。ちょっと俺のだよ。じゃあここやってここホームベースじゃないけんね。ここホームベースじゃないけんやめて。行くよ。ふざけんなやめろよ。ホームベースじゃないよ。ちげえから。春。ふざけんなよ達よしふざけんなよやれろよやってんなよふざけんなよ達よしもこんなことやってんなマジでモロボシいいから誰モロボシでスピードスケート成田ドームなんなのバーブパイプじゃないよここやってんだよマジモロボケしようモロボケちゃんとしてモロボケしよう。クオリティ高いやつだぞ。物傷つけて芸能人の名前言うだけじゃないけんね。俺の DVD なのに。割れとるし。あ、こっちはさ。プラチナガールズ、いっぱい行って DVD。ちょっと、心配。早終わってほしい。ちょっと、さあ、どんどん行きましょう。どんどんボケて。どんどんボケて。高口当たったやつ。ええええええ。なこれ。これ俺のやつねえよ。うわ。うわ。あ、動くなめぐみそれ。動くな。それ猛毒のカブトムシだ。痛い。それちげえから。あのさ、戦うたら抜く方こっちだよ。いいこうやったら見えないからバビロンの話問題だ見ないとダメだからダメ出しとかいらねえよはいはいはいどんどんやってほんとちゃんとやってよちゃんとやってほんとメイグはマジで坂田今だったら OK だったじゃあほんと真面目に俺もボケ考えよいやちゃんとボケてうんちゃんとねこうみんな引っ越し祝いっていう手やけんね引っ越しお祝いにしてきてくれとるっていうねうちの相方もお酒買ってきてくれましたよ、わざわざ。ね、太田も。来てくれたよ、ちゃんとお酒買って。いや、俺の金だよ。お酒買ってきた。今何人今10と21人。お、21人今。増えてんじゃん。しかないな。増えてるよ。はい、じゃあ、モノボケです。どうぞ。真ん中の子が頑張り屋さんだね。本当に物ボケ楽しくなってきとるやつ今の物ボケだねああこれが物ボケみんな聞いたことだな見習って今のああいうのああいうのかやっぱ坂田だなそう明宮もね自分家でこう自分のものでボケるっていうのもね新鮮やから あそういうことかこういうことだなさあどんどん出してごタイ見てないよタイ隠れたもしかしてこういうのでしょお出せるあの坂田にインスパイアされます。いきます。真ん中の子、オラウータンだね。苦情来る苦情。本当苦情来る。苦情来るよ。面白くないって近隣から苦情来るよ。いやマジやばい。うるさいとかじゃない。本当面白くないんですけどって近隣から苦情来るよ。ふざけんな早く壊せよ。はい、はい、んだよ。できました。お来た。はい。ねえななんかねえかな。うわ、これもしかしてストラックアウト知らねえ残すは1枚ラスト1枚1番うわうわ最悪すわこれグッチョだかんねどういやいいから何折れたどうおいふざけんなよな何かけたんだよあくさくさ俺ね、ごめんね折れてなきゃ折れてねえよコールドスプレーみたいにうんけんだよちゃんとみんなボケたものは戻してよ元にそうだな来ました来ましたはいお願いしますここか智弁和歌山高校今日も普通に面白い普通にやってる普通にやってるおっ来たお敵だーパパラパパ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 パちょっとタイ君ちゃんとやったのにタイ君楽しんでる今日タイちゃんちゃんとやったのにタイそれがいいよそれお次の方どうぞ
たの、医者のやつ。普通のやつだ。収まった、収まった。はい、行きます。あ、行こう。君のおっぱいは B 級みたいだね。軟式の B 級みたいだな。大きいんだな。中学生のレベルだな。変化なし。好きやな天狗。はい、高尾山で待ってるから天狗様や。はい、ジャーの中に佐々木の神、パリス佐々木の神。うわ、やばい。やばい。放送事故だ。放送事故だ。やめろ。もうジャー。やめろよ。誰ひどいな今の。ちょっとこれもう部屋の状況がひどすぎるこれ。ちょっといい？ふざけんなよ。どうやってねえんだよこれ。バキの特別編のサガの後。みたい。はい、うんこ食べます。これがコンビニだよ。わかるか。これうんこじゃないですよ。うんこと。ちょっと部屋の状況一回見てみる。これ、俺の部屋もそうやし。まだこの企画15分しか進んでねえか。いや、全然いいよこの。全然10分経ってないよ、まだ。まだ10分経ってないよ。まだ長くない。7、8分ぐらいしか経ってない。まだいけるいける。誰だよこれ。ローションみたいな垂らしたの。誰だよマジで。わ、タイさんマジ可愛いってきてますね。タイちゃん可愛いんだ。あ、じゃあそんなタイちゃん、じゃあ見るのね。指揮者、指揮者。指揮者のネタ。肩パッド、肩パッド。もやしの成長を早送りで見てみましょう。いや、ちょっとちょっと、育ってる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 。あー、やーい、何なの、マジ、この人だ。こういう人だと思わないよ。ベグ、気をつけろ、ここ歩いたら。ちょっと、待って、あー。いや、こういう人じゃないよ。こういう人じゃない、この人。当てほしい、危ないって。当てほしい、当てほしい。当てんなよ。立ってほしい。何やってんだ、行って。めっちゃ、危ない。リングやリング。ここリングや。何やってんだよ。痛いから。何やってんだよ。帰ってろもう。もう帰れよ。これじゃあ状況考えて。何やってんの。引っ越し初日に祝ってくれた、祝ってくれるって奴らにボコボコにされてますよ。帰れよお前ら。もういやでも。もうこんぐらい盛大にやんないとやった。もう帰れよもう。ピッケ。ピッケと愉快なバイキングで。やってんだよ。どこ優しい図なんだよ。優しくねえじゃねえか全然ここよ。おなんでやべえよお前。痛い。何やってんだよ。嘘今の嘘。痛くない、全然痛くない。全然痛くない。トークの時間設けますか。休憩するんだよ。お前らが暴れて息上がるんや。体熱いんだよ。なんか熱い。おもうどっかで変なぬるぬるしたの踏んだ。ちょっと絶対マヨネーズやん。熱じゃねえよ。いやでもね、引っ越しって本当にいいですよね。なんか新しい生活のリズムもさ、うん、まあったかくなるもんねやっぱ。そう、今までの家で通ってた駅も今は他人の家。何の話してるで、今この住んでるところの駅が自分の家。太田さん、本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次週は家庭教師、本当に正しいのか正しくないのか。橋本真也。コルセットはビヨビヨ。ちげえから。モノボケまだ続くよ。まだいけるよ。いけるよ。ちょっと休まないで、オタクは。なんなのこの部屋。もうちょっとこれ帰ってきたくねえこれ。もうやだよこんな。なんか濡れとるし俺のズボンも。いやもうよくこの状況でモノボケできてんな。本当この状況でボケを考える。何ボケてんだよ。今何人見てます？
これほんと100人ぐらい見てもらうの俺割り合わんってマジで。今日は23ですね。まあでも増えてる。まあでも多いよ。多いんだやっぱ。普段はどんな感じなの？普段13だ。普段は14、5ぐらいかな。ああ多いね、いいね。いやでもやっぱ暑いっすよね、こうやってやってた。休憩の時間も必要だわ。あれ？ちょっと待って。ちょっと鍋変形しとるわ。大ロボが。鍋変形しとるわこれ。具は誰になってるよ鍋が。これ誰の鍋やん。俺のだよ。あるこんなめっちゃ硬いよこれ。めっちゃ硬い。俺本当に友達の結婚式の引き出物でもらったやつ。お前叫んなよ。あ来ました天狗さん。天狗さん物ボケどうぞ。本気でボケ。うん。クソどこ行ったあいつ。クソこの野郎。ここだよ天狗さん。クソバカにしやがって。ピシャラ。痛え痛えわ。直します。うわうわうわ、メイク直ったよ。直してねえよ。おい何やってんだよ。もう鍋じゃねえじゃねえか。応急処置、応急処置か。うわうわうわ、応急処置。ふざけんなよ。どうもーダイナロでーす。よろしくお願いします。おい俺はレッドブル3本飲んだから今日は元気だよ。何言うとんだよおい。解散したよ。解散したよ。何ネタ飛ばしてんだ。涙出ちゃう、涙出ちゃう。でーす。でーすじゃないよ。でーすじゃないよ。で、悲しい思い出し。いや、いや、わよ、せっちゅうよ。誰だよ。四季折々。四季折々。折々やろ。いやいや。ちょっと疲れてきた。はい。そろそろ豆まきの季節だね。あ、そうだよ。もう2月2日だから。そうですよ。豆でも巻こうか。巻きますか。あれどうするか。おい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 。これはダメだよ。何やってんだよマジで。何やってんだよ。あれ真似してんだよ。バカじゃないって。バカだべ。怒られるから普通に。今日は大丈夫だよ、彦芝居だから。いや、人間ちゃう。他の人は違う。メイクも違う。あれ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 どこだ、本体はどこ。天狗パラパラ、あれど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 れ、わかんないよ。どれ、なんで3つもあるの。天狗パラパラ、あ、なんか歌っと、なんか歌えよ。あれ、え、歌ってる。愛に気づいてください。お、ペニシリンやった。抱きしめて。え、ペニシリン。ペニシリンの三方でした。トイレどこ、トイレどこ。やめろお前。スリラーでトイレを探すなお前。それは単独の時の DVD のやつや。それちょっと流してみよう。あ、それ見よう。ちょっとパーツ上げるためでしょ。パーツ上げるためでしょ。みんなもやっぱ知りたいよ。知りたいよ。いい、ほんとにいいよ。昔の流そう流そう。やっぱ引っ越しするとさ、発掘できるじゃん。今まだ45分。それ流そう。カルアミルク飲むと、ね、今日はあれ、記念すべき過去最低の回。いや、過去最低の時俺ヌリシと叩き出した。あでも結構見てるでしょ。結構見てる。もっと良かったよ。 23? どうした、みんな。あら、今日なんかバビロンファンですっていう人が多い。あ、本当に。モノボケ終了。あ、終わっちった。ちょっとやっぱ勉強しないといけないな。ちょっと待って、これモノボケの数で言ったら10いってないよこれ絶対。いったいった、結構いった。暴れすぎ暴れすぎ、ちょっと。やっぱいいね。なんかいいね。これ片付けてくれんじゃろ。どうやっぱモノボケ楽しいや。じゃねえ、モノボケじゃねえから。モノ壊しちゃう。なんかさ、今までさ住んでた家がさ、うん、今はもう違う人の家なんだよ。何の家なんだ。さっきから同じこと。そうだよな。拾ってこいよ。さあ続いての企画は太田プレゼンツ、これは燃やせるでしょうか。いやいもう。さあ、この企画はですね、はい、多分ね、いろんなものを持ち寄って、燃えるか燃えないかでね、はい、やっぱ今後、新居で引っ越したときに、やっぱり、燃えるもの、燃えないもののゴミの仕分け、はい、これやっぱりね、ご近所さんにね、迷惑かけることになるんですか、ちゃんと、ね、はい、今ここでね、燃えるものか燃えないもの、もう分けときましょう。いや、見てわかるよ、大体。はい。目方で。じゃあ、アシスタントの太田くん、持ってきてください、ものを。はい、わかりました。バカだろ、一番バカなやつに。燃えるか燃えないか、どうすんだよ。いや、結構ね、燃えるものって少ないんですよ。そうですね。いろいろ結構燃えるわ。煙とかで、これもうすぐ上にあれやけんね。
煙探知機あるけど。あるんで、あの一瞬で判断しましょう。はいはいはい。判断力もいるのこれ。え、じゃあ最初。みんないろいろ集めていいよ。何から行こうか。自分なりに燃やせると思ってたものが今燃えないとわかるかもしれないから。だよこの企画考えたやつバカだろただの。大概燃えるわ。なんだべ、おかしいべ。おかしいべ。いやなんでおかしくねえと思ってんの逆に。これこれ。お金コーナー。いや違う違う、これいいよ。これ本当にダメだよ。これこれこれ。これ本当に。これわからん、わからん。燃えない燃えない燃えない。燃えない。燃える。本気出したら燃える。ちょっととりあえずその前に一志松本の滑らない話のディベート。大先輩。いや大先輩。大先輩なの。大丈夫それそれこそ。ああ。燃えへんなぁ。いやいや、言いたいだけでしょ。結果、燃えない。あ、太田さん、次行きましょう。次、次、次は。これ何これ。すげぇ熱いよ。エケコリンキョウって言う。火強くない？弱い、弱い、弱い。じゃあ次はこれです。エケコリンキョウって有名、これ願い事叶えてくれる。やばいじゃん。信京が部屋にあった。ちなみに何願い事したの？これあの、面白くなるように。じゃあ、頭から。ちょっと、ちょっと待って、ほんと、ほんと、あっ、あっ、ちょっと待って、なんか、ポロッと落ちたよ。うわ、ちょっと、ぶどうだ。くっせ、結果、燃えます。燃えるよ。なんだよ、燃えるって。これは燃えるゴミ。ちょっと、最悪。いるそれ。じゃあ、燃えるゴミ。いや、でもみんなね、やっぱ、ゴミになるやつでもないし、それ。知識がないんでね、みんな。くせえよね、ダイオキシン発生したの。ちょっとちょっとダイオキシンを出さんだよ。ここに立つとね、とても熱い。私は燃えるということか。何を言うとんの。人間は燃えるのか。燃えるよ。仮想っていう言葉があるんやけども。ラルクのね。ああれマジだ。あ、ラルク。いやいや、ラルク、ただの美味しいやつじゃんそれ。カナミさん、焼きチーズ。いや、俺が判断するから。ああ、そうか。うわ、いい音。たま、あの、やっぱご飯も。そうそう、食べてる。引っ越し祝いで。確かにな。くせえ、くせえ、くせえ。え、いい匂いだよ。そうそう、食べてっていいんじゃない。そろそろいいんじゃない。うん。あ、まだまだまだ、もうちょい、もうちょい。そう、ガッて、ガッて。やっぱチーズはね、焦げ目が美味しいけど。ガッて口入れて。いや、ちょっとビビってんの。さっきまでガッて言ってたやつ、何ちょっとビビってんの。そして、メールにつけるとかじゃないんかい。あーちょっと、あぶれあぶれあぶれ。いや、どう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 、味は味は。あ、美味しいね。どう、結果、焼くと美味しい。じゃあチーズは焼くと美味しい。ごめん、とろける、とろけるじゃない。しかも全然熱くなかった。美味しい、全然美味しいわ。めっちゃいい匂いねえ、たま、いや、ダイオキシンばっかだと俺も嫌だ。なんなん、なんの理由それ。はい、ダメだ、燃えたいな。ロケは俺やろうとしたこと全部言っちゃったからさ。あ、スルメの、スルメの味するわ。スルメの。あ、それ。じゃあこれですね、次は。この。これは、僕もまだ。おい、おい、バカ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 ふざけんなよ。おい、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 彼女に勝ってもらってくれよ。俺それしかねえんだから。あ、まだよ、俺は燃えるよ。じゃあ、死んだよ、死んだよ。結果、燃やすとうるさくなる。じゃあこれは捨てましょう。おい、俺彼女から買って。おいおい、ダメだ、ダメダメだって。ドリキの力強いんだから。手は、ダメだ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 、ほんと。足は、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 何やだよ。結果、相手の腕を燃やそうとすると自分も燃やしたくなる。バカだろ。それが差が、それが差がじゃねえよ。差が。まだありますか、なんか。何でもいいですよ。いや、もやし研究家。いや、住人さんでも何でも出してもらっていいですよ。変だよ、マジで。あれ腕が、腕が、まあ、結構ね、やっぱり俺もゴミ出すときに、うん、燃えないゴミを一緒に混ぜて出すやつとかいるんで、ね、それはいけないよね。地球に優しくないよね。いや、まあ、大丈夫、見てわかるけど、燃える燃えないわ。俺はね、一緒に住んでる大原雄一ってやつは、うん、空き缶も全部燃えるゴミに入れて捨てる。それ言っていいんだよ。言っていいやつだ。注意してください、皆さん、大原くん。
あいつ優しくないですね。メグ、思い出とかあったら燃えるか燃えないかやった方がいいんじゃない。あ、思い出は、あ、思い出が消えるか消えんか。そうそうそう、そういうのも大事だから、普通の捨てるときにな。だよね、体ばっか張っててもしょうがない、早くやんない。どういうことよ。じゃあそろそろ真剣に燃えるもん探そう。いや、燃えるもん探さない。あ、ネタ帳あった。ネタ帳おい、これはお前、これさ、メグの最初の頃とか。あ、最初の頃の思い出燃やす？それ何？おい、俺これ、作文やめろよ。大学の時だ。NSC 時代にあのライブを見に行った千葉恵の作文。ガチのやつ。ちょっと読めるかどうかいきますね。はい。ライブ見学8組34番千葉恵。ライブを見学に行き、気になった2分の5さんとジューシーズさんについて書かせていただきます。いや、恥ずかしいわ。まず2分の5さん、森本さんが、キッチミュージシャンの、まあなんか書いてます。ここで勉強になったのは、2対1の作り方と3人目の使い方です。恥ずかしいよ。できてねえじゃん、今も。はい。トリオならではの、3人目がコントのスパイスになっている部分が勉強になりました。これ何ですか？あの2分の5さんは1枚半書いて、ジューシーズさん2行しか書いてない。ジューシーズさんは話を展開させ、緊張と緩和で大きな笑いを取られたのが勉強になりました。でも僕はあんまり好きで笑いではいや書いてねえから、そんなの。ジャンポケもジューシーズも全部俺がぶっ潰し、ああそれはいいわ、それはぶっ潰すよ。本日もいつもと変わらぬ有意義な一泊二日でした。今のはダメだ。じゃあこれはじゃあそんなめぐみさんにやってもらいましょうよ。郵送します。うちの相方すごいお笑いですごい一生懸命で、お笑い入る前も劇団で団長を務めてたほどの実力者なんですよ。で、実は NSC 僕同じクラスだったんですけど、伝説のピンネタっていうのがあるんです。今なにフリップを見つけてしまった。見つけてしまった。やったやったやった、最初やってたやったやった。急遽急遽バビロン千葉のピンネタ、ピンネタ見せる。ピンネタやってた、本当にやってた。じゃあお願いします。もう忘れたよ、もう。じゃあちょっと覚えてるところで、ちょっと準備してていいからさ、気になるの見つけたのよ。ちょっとちょっと、え、何これ。ちょっとさ、タイトルがサンドウィッチマン3分クッキングバビロン3人漫才って書いてある。作った。それあのパクリバージョン。それこれは燃やそうか。これはちょっと燃やそう。これはこれは3人としても燃やそう。これは捨てよ。これはどういうことですか？サンドウィッチマンさんの3分クッキングのネタを3人分に分けたってこと。分けて分けて勉強した。勉強したんだね、勉強。うわ、懐かしい。どうでしっかりしとる。これ俺らが NSC の最初の方というか、いやあれだよ、漫才やろうってなった時に、あ、そうそう、漫才やる時にやったことないから、これでやられとるやん。いや、ほんと、いや、俺もやばいわ。こうある日ね、そんなの代々木公園でもされたわけですよ。サンドウィッチマン、あれですね、できた。きたね。じゃあその場でちょっと、じゃあおのおの、俺はタバコ吸ってる。時間稼ぎ。あ、リーダー、ちょっとこれ。やば、この綿棒。100キロある。やっべ。ちょっと持って持って。持ち上げて、持ち上げて。100キロある。助けて。うわぁ！おい！ふざけんなよ、マジで。誰だよ、こんなやつ。大丈夫です。自分の手燃やそうでしょ。俺の手に近い。ああ！ロリ、誰もタバコしてない。ロリ、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 パワー与えて。皆さん、これがバビロンですよ。大ちゃん、ここ映ってる。うん。どうすか。決まりました。じゃあ、うちもね、ピンネタを見せたところが、こういう感じなんすよ。あ、じゃあ行きましょうか。おお、あ、準備ができたようです。できました、バビロン千葉のピンネタです。どうぞ。どうもバビロン千葉恵と申します。よろしくお願いします。今日はですね、私があの数学の教師になって、いろいろなですね、あの計算、まあ普通にですね、あの計算やっててもしょうがないんで、いろいろなですね、芸能人ですとか、そういったものを計算したいと思います。まあ原理としてはですね、千正男マイナス千イコール5正男ね、で千プラス正男イコール
千正男、まあ、こういった感じで進んできます。で、この千正男、千正男の大事なツボ、割る、謝る、イコール、アート引っ越しセンター。ね、こんな感じで進んでいきますよ。はい。で、問いいきます。何の事情か答えよ。おぉ。何の事情か答えよ。いきます。事情ってわかりますよね。ね。2の事情は4っていう感じの、あれです。で、地方の母親を泣く泣く山の中腹に捨てる嫁イコール大人の事情ってね。ねえ、なんかあったんでしょうね、大人の事情が。問い、何の三条か答えよ。おー、なるほど。三の三条とかね、そういう感じの。今度問題は、怪人に可愛い女の子が襲われるシチュエーション、ヒーロー三条イコール仮面ライダーさんってなんで言っちゃうんだよ。優しくねえじゃん。先生が、最後に行きます。先生が住んでいるアパートイコール、久我山の7畳。さあ、こういった感じでね、楽しく計算をやっていきたいと思います。ありがとうございました。なんで切れてんだよ。結構いいだろ。お笑い舐めとるな。正直、はい、すごい正気だ。え、でもこれで天下取れるって思った。いや、天下取ったどこで。は、さくらがファミリアっていう劇団で天下取った。え、このネタ見てどうやったの。ノリと太田は、うん、もう全部置いてきぼりだったよ。みんなクラス、あ、空間を、空間を。だけどメイグ声でかいから受けてると思ってて、自分で反響した。ただの自分の声が反響しただけなんだよね。一人カラオケボックス状態。いや、これマジのネタだからね。これ言っとくけど、最初見た時は本当これ死ねばいいのに。うるせえ、なんで組んでんだよ。わかりました。じゃあ来月、多分2月17日に16ライジングっていう、うどんのライブがあるんで、出ます。その時にバグマスが千葉めぐみがピンで出ます。出ねえよ。決まりました。決定です。出ねえよ。ぜひ、はい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 、どこに頼んで出てください。はい、お、タイ見つけた。お、さっきのネタができるまでのノート。え、え、お、そう、道のり、おそらく道のり。うわ、ボケ消しとるやん。うわさっきのネタと生きるまでに発展面白いよ。発展面白い。20個ぐらいボケあるんですけどね、採用2個だけですね。あと全部ピピピピ。万田久子割るには5000田久子って書いてある。やば。スリータックプラス襟足はジャンボ尾崎。なんで、なんやこれ。プロレスが好きって言う。なんやこれ、なんやこれ。それでも燃える、それ燃えるやつ。もう燃やしてくれ。燃やしてくれ燃やしてくれよ、もう。いや、これは、燃やさずに来月の16ライジングに。かくれんぼの、かくれんぼの罰ゲームで。しかもこのまま、はい、うどんに頼んで、ピンネタしてもらいます。やだよ。これ俺に頼んだのか受けしました。やだよ。ぜひ皆さん、いや、行くるよ、そしたら。いや、ほんとに、いや、行く今、R1 がね、準決勝ね。そうですよ。そう結果がね、もうぼちぼち。来年に向けて。じゃあ、それに向けて、じゃあ、ピンネタ、じゃあ、作ってください。やっぱ修行せないかんし、それは。まあまあ、ね。お前の工場はバビロンの工場やし。まずやっぱ、個々の能力もやっぱ、上げないとね。いや、おめえらもやれよ、じゃあ。俺はピンネタで52点出してるから、すげえやつだぞ。めっちゃ NSC のこと。こせねえぞ。マジで、ね、NSC のことじゃん。すげえ。まあ、すげえ。60点がすごいって言われてた中で、俺は52点を出したらもう。すごい、それは。天才男児だぞ。じゃあ。ちなみにこれ前田さんに見した。見してね、マスモスさんに見してたから。え、なんて言われたマスモスさん。覚えてるんですか。いや、もうなんもない。ノーコメント。うん、また作ってきて。優しいんだね。口を優しい。優しいよ。また作ってきて。で終わり。じゃあ、すいません、お願いします。はい。何？あと30分ぐらい。本当に出てください。16ライジング約束しろ、ここで自分からしかも申し込もう。ああ、じゃあうどんに今電話して、うん、ああ、そうや、ちょっと今うどんに電話して。マジかよ。緊急企画だよ、緊急企画。しかよ、なんなんこれ。しかもさあ、まさかな、引っ越し初日に
1時間ちょいでね、すごくもう取れたか取れましたね、うん、そうだね、もう1時間半前から笑ってる。 今何人見てます？20分ぐらいでだってだいぶね、一億ライジンって何よ、引っ越しの準備できたもんね。今19人、埃がすごくて、もう目と鼻がかゆすぎる、喉がめっちゃ痛い、喉ぶつかれたもん。今19人見てるって。いいね、こう家でこうなんか。まだ皆さん動けますか？全然。あ、全然動けます。もう一個コーナーぐらいいいですか？いや、ワンコーナーじゃあいいでしょうか。じゃあサンシャイン VS バビロンで、あ、タイマン、あの、どっちが多く着れるでしょうかとか、どうですか？あ、洋服をね、なるほどなるほど。デブ不利ちゃうっす。今思い出した、バビロンのコントを思いっきりやろう忘れとったけど、あ、まあ、あでも見したから見したからいいか、あで来月出るっていう。あ、じゃあうどんに電話して、ちょっと一回電話して。いや、うどんに、はい、電話しますよ今。はい、一六見てる人は一六ライジングしてんのか。いや、でも見てる、多分ね、行ってる人多いですよ。あ、こういう感じです。うどんにかけてます。電話番号乗っちゃってんじゃない、大丈夫。あ、やばい、バカやってる。そういうとこなんだよな。そういうとこなんだよな。これ焼くかな。それ美空さんなら絶対やんなよ。何でそんな。アームの安村さんだよ。メイク、なんでそんな元気ないの。ノートに書いてるよ。常に笑いの戦闘体制に入ってる。アイデアじゃあ戦闘。ノートが全てを語る。ポーズ、それやファイティングポーズ。クソ痛。いや、うどんちょっと繋がなかった今。うどん以外は誰？鈴木？アポ、あれ。あ、ラストバトル鈴木。鈴木の方に出ました。俺鈴木。鈴木ってあの、なんだっけ、ジョージの方じゃないの、ジョージの方だね。イレブンのジョージじゃん。イレブンのジョージはあの、ルツボを出させてって言ってるじゃん。ルツボってライブやってる。ルツボなんとか。あれ、イチロクライジングと他にまだライブなかったの。ある、ルツボ。あの、ミミックがやってるやつ。わかんねえから。それ、ミミックの方でもいい。ミミックの方でもいい。じゃあ、わかんないから。あ、鈴木、サンクリ、あ、元サンクリングの。サンクリングって言うのよ。タクマシン、カッコ、カクチカコ。付き合わせのこいつ、タクマシン。あ、そうなんだ。あ、めっちゃ言ってたな、タクマシンとか。あとね、結構言う癖のあるのがあったんだよな。ワードセンスね、くせにワードでも。あ、ただいま電話に出れません。何やってんのバトル。ほんと引きない。お前こういう時だよ。フットサルだろうな。じゃあ、まあ後日ね、はい、出ましょう。はい、わかりました。これは出るんだよ。でもそれ約束するじゃん、ここで。今この見とる19人の人に約束しようよ。いや、してもいい。いや、もちろんそれはもう、いや、それはもう出ます。お、じゃあ皆さん見に来てください。今後イチロクライジング、え、マジ見に来てください。本当に多分ね、2月の中旬ぐらいにあるんですよ。はい、あの、なんとか、あの、そうですね、千葉郷とピーネタ対決しますんで、お願いします。なめんなよ、なめんなよ、マジで。なんか今完全下に見たけど、見てねえから。マジぶっ潰すから、ふざけんな。あれは落ちては思ったからね。じゃあ次のコーナーやりますか。ラストコーナー。じゃあラストコーナー参りましょう。え、どっちがなんだっけ、ぶっ壊せるかって。だけどもういいよ、もうぶっ壊せる。一つ目の大事なステージみたいな。あのアメフトでさ、強化ガラス割るやつあるんだ、十何枚とか。あれちょっとやってるやつ。いや、割ってもアメフトやる。そうじゃないアメフトやるって。オードリーの春日さんもやってたから。嘘、家で。家で。人間はどれくらい電力に耐えられるか。ああ、ショートさせ、ショート、ショートそれどう。しやだよ。さっきも何もなってないじゃん、結局。何もなってない。何もなってるから。ノリなんかもう右肘やけどしてる。やけどしてるし。何言ってんの。かかとを怪我してる。何言ってんだよ。何言ってんだよ。一番怪我してるから。満身創痍ですよ。俺、あんたの打ち上げでビールピンで殴られてんだよ、こっちは。そういうの今言うの。もう本当引いちゃうから。それだけ言ったら危ないでしょ。いや、企画やろうよ。だから何枚切れるかじゃないの。なんで電気でショートしようとか。おかしいでしょ。窓の外に物投げて下の人どういう反応するかとか。いやいや、怒るよ。それでいいんだよ。かっくり言って。バカじゃねえの、怒られるよ。じゃあとりあえずめぐみ、あの、連続で腕立て何回できるか。シンプルな。シンプルな。シンプルに連続で腕立て何回。体力測定。芝めぐみの体力測定。引きねえわ。引きはねえけどさ。うるせえよ。いきます。レイちゃんめな。はい。ケツ出てるから。やばい、こいつ。網短く。クソうるせえ、マジで。マジで NC の時もっともうるせえだった。だから気づくの遅いんだよ。気づくの遅いんだよ。NC の時もなく。はい、やれやてめえ、無駄なこと言って。いきます。
これ線取れたら受けるんだよ。線できてないの。線危ない。とりあえず100回休憩させて俺たちを。なんで俺バービーやんだよ。バビロンだけに。うぃーい。バービーの罰ゲームだもんだって。メイクの。何個罰ゲームあんだよ。かくれんぼ一番最初。全部で一個。かくれんぼ一番最初見つけた。あ、そうだよ。いやいや嘘だろ。見つけたじゃんお前。カメラ意識してカメラ。ちゃんとカメラ向いて。お尻に向けない。プロプロ意識したらいいから。うるせえから、まあ、お腹隠して嫌な顔しない。お尻もお腹隠して。なんでよ、約束したでしょ。嫌な顔しない。このいや嫌な顔しないって約束した。それはそうだな。早くいや約束したよ。約束したよ。それで作り笑顔する。ジェットギグのネタ見せで喧嘩するとかやめろよ。マジでだから早く。ちゃんと前もって山田さんに質問言ったら仲直りしたよ。早く何をやんだよ。これ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 10回。何やり方わかんねえもん、そんな。こうやつ。ちゃんと飛べよ、全力で全力で。それ足。で腕立てのポーズ。そっからした。もっと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 。膝をともっと上げる。どんどん攻めてどんどん。もっともっともっと。十。抜ける抜けるそこ。何が面白いんだよ、これ。何が面白いんだよ。これでもそこ抜けたら力持ってんな。抜けねえか。そんなやつ。ズボン抜けたらバイバーイって終わるから。そんなとこ引っ越ししてこねえわ、もう。まあでも、まあ、おめでとう。いや、よかったね、ほんと。でも、綺麗、だいぶ綺麗になったよ。もう一生呼ばねえかんな、もう、ほんとに。なんかあれでしょ、夏は。家でなんかバーベキュー大会みたいな。あ、そうそう。できるか。流しそうめん。あ、いいね。竹筒なし流しそうめん。いいね。いやいや、そう、本当の流しそうめん。パリス呼んでやろうよ。ダメ、本当にパリスの佐々木だけは尋常じゃねえから。流れっぱなしそうめん。いやいや、マジで。ちょっと、見てもらえ。本当、並木のサイン書いてきましたからね、昔ね。まあ、縁も竹縄ですよ。そうしましょう。なんかもう、もう締めて正直もう締めて、もういいと思うよね。ねえ、もうなんか壊しすぎて、もうちょっともうやりすぎて、やりすぎて、もうこれ以上やっぱやったら穴開けないとダメだと思うね。いや、ほんと何かしら、ね、いや、最後もじゃあ、おかしいんだよ。最後一個みたいな、千葉めぐみくんは何リットル水を飲めるかみたいな。あ、飲めねえから。そこでやってもらおう。めぐみくんやで。あ、やろう。そうだ、俺 1.5 の三ツ矢サイダーある。ああ、いやいや、それはあの金波さんが得意なんで。あ、じゃあノリこっちでやっていいの。いや、いいよ。ちょ、飲み切ってノリの特技よ、ノリの特技。じゃあちょっと移動して。うん。いやー、リーダーは飲むよ。いや、いける。じゃあ何秒で、何秒でいける。いや、今日も言ってたの。じゃあ何秒で。じゃあ最後にですね、マジガチバビロンをね、ガチでやってよ。その代わり飛躍をね、あれしてですね、あれね、その代わりガチよ。ちょっとバビロンだけがちょっとやっぱ今あのくすぶってるんで、あの今僕サンシャインと優しいぞ俺の中でバビロンだけくすぶってる。ふざけんな、負けねえぞっていうとこね。あの、うん、ジェット噴射でね、行くように。あのリーダーが水を割いた 1.5 リットル。じゃあ何秒で飲みます。じゃあいいよ、30秒数えていく。俺30秒でいけんの。30秒今日のリーダーは10秒でいける。10でいく。ほんとにね、いけよ。じゃあ20でいけよ。20でじゃあいい。その代わりちゃんとやってよ。じゃあ、俺もちゃんとやってよ。じゃあ、パン飲んだら、ギャグね。ギャグね、最後。リーダー。フルリー。OK。で、じゃあいきます。よーい、スタート。おい、もう、スタートやな、おい、おい、もう、マスケやな。うちはサイダー、最高。そういうやつ。平を太陽って。なんなんこれ。ノリド、ノリド。ふざけんなよ。ふざけんなよ。おいしい、おいしい、おいしい。最高。
おい、168! またね、ありがとうございました。